願いいたします。亀山です。よろしくお願いします。どうもお願いします。亀山です。やかましいな、お前は。やめそれ。なんでやの、おばちゃんの頭の中にインプットしてもらわんとあかんねん、亀ちゃんの名前を。そもそも長いんや、大体が。なんでこれでかく名前を売るねや、これ。でも偉い前やな、しかし。まあ、細かいことぼやいてたら、きりないぐらい世の中腐っとんな、ほんまに。臭いもん。ほんまに。何言ってへんけど別に。変な話が、うん、考えたら見てください。2年近くの間で、政治の1年と半ちょっとやで。総理大臣4人も変わってませんで。何ちゅう国やこの国は。お前偉そうに言うたりだなそれ。走るよしっかりせよ。見てるか走る。走るよしっかりせ。見てるわじゃ見てるわ、見てるわじゃ見てるわじゃ。何が。お前は偉そうに言って分かってるか。分かってますよ。それやったらさとみくん。君って。君ね。今漫才で私がリーダーやから今誰が決めた。あの日本の一番初めの総理大臣誰か知ってるか。失礼なこと言うな。偉そうなこと言ってるけど。伊藤博美。偉いやない。知っとるわい。2番目知ってるか。2番目知らんわそんなもん。知らんのか。知っとるのかお前。当たり前やないかい。うせん。これぐらい言わなあかんねん。これから漫才師は。え言うてもらおう。伊藤博美、黒田清太、山形有朋やな。松方正義、大隈重信、桂太郎、西園寺、金持、寺内、正義、山本コンベ、原高橋、高橋、古京、加藤、友三郎、清浦、慶吾、加藤、高垣、若槻、礼二郎、田中、義一、藤本、義一、犬飼強。そんなおれへんわ、アホ。総理大臣。田中、義一、浜口、女殺、犬飼強や、斎藤、稔、岡田圭介、広田、幸喜、林、千十郎、近衛、島野、平巻、一郎、中村、勘九郎、坂東、安徳。まだや、まだや、おいおいおい。いらんわそんなもん。総理大臣や。阿部信之、三島さん、東条秀樹、小磯国明、鈴木貫太郎、東久留成彦新の瀬原喜十郎、吉田聖、片山石橋三山、鳩山一郎、岸信介、北隼人、佐藤栄作、田中角栄、三木武雄、福田武雄、大平正義、鈴木健吾、中曽根康弘、竹下昇、宇野宗介、海部俊樹、宮沢喜一、細川守弘、畑と村山富一、橋本龍太郎と。よろしいよろしい。もうよろしいよろしい。偉そうにすな、アホ。あ、ごめんごめん。みんなもう。これからようさん漫才見なあかんねん。ゆっくりデレートしといてちょうだい。ゆっくりしいや。そんなもん覚えてんな。何が。みや皆さんにゆっくりしいや言ったらあの世へ行ってもらわなきゃな。後ろや後ろや。後ろや。まあゆっくり、まあな、うん、そんな覚えて何の得なんだ。何私ね、市会議員出ますね。実家は三重県名張市帰って。何言うとる。これが子供の頃から夢ですね。市会議員。ほんでね、市会議員ではのみならず、そっから県会議員、三重県やから行って、それから国会や、ひょっとしたら総理大臣も夢ちゃうかもしれんやん。いやんってそうやん。そんなな理解な。この拍手だけでは通らんぞ。大丈夫、地盤はあるから。お前ほんだね、竜の後は亀か。竜宮城や日本はな。竜宮城。あんな演説できるのかい。できます。こんな小さい頃からずっと聞いてました。皆さんに聞いていただきましょう。わかりました。ちゃんといいや。お願いします。これより市会議員に立候補いたしました亀山候補の立ち会い演説会でございます。亀山候補、どうぞ。今度市会議員に立候補した亀山です。お前近所の鼻垂れ小僧かお前は。なんぼ子供の時からやったりでもな、声は大人ならなあかんがな。もっと腹に近いれて気合い入れて。気合い入れて。終わりました。この度登り市会議員に立候補した。何怒ってるよお前。気合い入れろと言うから。声さえ大きかったらええねん。普通でええー、この度私が名張市会議員立候補出しました亀山夫妻でございます。私は現在大阪の吉本興業で漫才を営んでおります。あんまり営むとは言わんけどな。月に1週間、NGK ナンバーグランド花月に出演しております。これは事実でございます。このナンバーグランド花月は漫才、落語、喜劇とお笑いがいっぱいです。そうそうそう。入場料は大人が3,000円、学生が2,500円、子供が1,500円、また20名様以上は団体割引も受け付けております。お前何しに出てきたやんここへ。こんなもん言うて喜ぶのもナンバーの花月の前支配人だけやないか。大阪で働いとってもふるさと名張のことは私忘れたことはございません。そんなこと言わない。私の愛する名張市は、もとい私の愛する名張市は人口 74,926 名、また名張の良いところは国の天然記念物に指定されております。オオサンショウウオが生息し、日本名水百選に挙げられますほど美味しくて綺麗な水が流れております。おー、なるほど。しかし昨今、この名張川も汚れが目立つようになりました。えらい環境問題って今地球規模での問題。ええとこついてるで。貸してください、貸してください。あの綺麗な水を。お前漁業組合のおっさんかお前。名張市に隣接いたしまして、忍糸で有名な上野市があり、その上野市を見下ろすかのように、上野城がそびえ立っております。1608年、慶長13年、東道高虎によって築城され、現在市の重要文化財に指定されております。私ら観光バス乗ってるのじゃねえよ。よその町どうでもええわ。自分の町でもっと選挙の話。四季折々に、いろんな色彩を見せてくれる我がふるさと名張市、こうして目を閉じると子供の頃遊んだことを思い出します。あ、どんなこと。春、
春はかげろう土手の上、わらびを積んだ思い出を。のどかな感じがしますね。夏、夏は滝つぼ岩の影、おへそに雷落ちてきて、ほろほろ溶けた黒ごまを数えて二人は泣いたわね。お前そんなアホなことやってたんか。秋、秋はもみじの木の下で笑いキノコを食っちゃって、二人でゲラゲラ笑ったね。選挙やで選挙。冬はこたつのその中で猫の背中をかいてたら、のみがぴょこんと飛び出した。あなたは慌ててそののみをつまんで食べてくれたわね。猿かお前は。懐かしいです。選挙演ですよ、なんか主義とか。私はこの町で生まれ、この町で育ち、この町のために尽力を注ぎ、そしてこの町で静かに一生やりたい、そんな気持ちでいっぱいであります。私が市政の職に就きましたならば、古き良きものは残し、また時代に新しいものは勇気を持って取り入れます。やっとまともなこと言い出したな。ええ感じ、はい、それを続き、はい、私はこの町で生まれ、この町で育ち、この町のために尽力を注ぎ、そしてこの町で静かに一生を得たい、そんな気持ちでいっぱいであります。そう私が市政の職に就きましたならば、古き良きものは残し、また時代に新しいものは勇気を持って取り入れます。いいですか、その先を一つお願い。私はこの町で生まれ、この町で育ち。お前その先ないんかよ、アホ。バレた。バレでか、アホ。皆さんが一番聞きたいのは、ね、最後のこれだけで言って、通った後まず何をしてくれ、これが一番大事なの。私が当選しました暁には、市民税をたらふく使って、反感撤退したいと思います。もうええわ、大喜利。一生懸命頑張ります。ただそれだけです。そして早く NGK の看板漫才師になりたいです。ね、それだけです。安井翔のこんなんで番組が一つとりあえずできて我々出していただきまして、はい、生前いいことも悪いこともたくさんございましたけども、こうやって番組出させてもらったのが一つありがたいなと思います。はい、安井翔がいっぱい教えていただきました。ここで喋ったらいいんだけども、あんな偉い目して教えてもらったことですから、誰にも教えへん。いやらしいな。それを守って頑張って漫才やります。今後ともよろしくお願いします。